なんかこの髪型違う気がしてきた。あれなんかさ出てるとこやばない？こんなもうちょっとここら辺から欲しいような。なんかあれ今ちゃんと初めてちゃんと鏡じゃない画面見た。画面で見たらなんか思ってたんとちゃいました。えらいこっちゃ。早く直さな。なんかこれ合ってる？もうちょっとさこの辺から生やしたい私は。こんにちは。なんか飲みたいけど、迷う。あんまね好きなのがないんですよね。どうしよう。ピアスしてない。セント。こんにちは。生茶、ミルクココア、コンポタ、コーヒー。こんにちは。皆さん、今日も消毒を忘れずに生きていきましょうね。公演前はねあんまりご飯を食べれないのでお腹が空いてますね。とてもパッタイ食べたい。パッタイ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 。もうマジモバメに昨日そう久々にパッタイ食べたんですよ。パッタイ？え、パッタイ？パッタイ？え、どっち？パッタイ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 ？タイのさ、あの麺の料理なんですけど、あれがもうマジで食べたすぎてハマってる今。え、パッタイな、パッタイな。ちょっとこれはっきりさせようや。どっちだと思いますか、皆さん。パッタイかパッタイなのか。ママさん、あれってさ、タイ料理とかってさ、なんていうの？タイ料理とかって多分味が独特じゃないですか。だからさ、多分メンバーもさ、誘う人迷う、困るよな。絶対あんま好きな人おらなさそう。あ、また揺れてる。あ、ごめん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 。今日さ、あのお昼公演の
何の曲ぐらいかな。なぜ僕好きだ虫。恋のお縄の踊ってる時にアンコールか。あのさ、私たちこう透明のやつをね、こうお下着につけてるわけですよ。で見えないように着てるんですけど、紐がね、それがやばい取れたって思って、そう取れたって思って、もうそっからね、もう気が気じゃないよね。だってさ、ここの紐が取れたってことはさ、下にずれ落ちてポロリしちゃうポロリしちゃうかもしれないってことじゃないですか。もう今日はね、だから恋の女はから、もう私はそのことで頭がいっぱいなパフォーマンスでしたもうやばいって。そう、それなら取れてるんじゃなくて、ただただめちゃくちゃ緩んでたっていうね。もう私のあの焦りを返してほしいですね。ほんまにポロリせんでよかった。皆さんでももしね、ポロリしてても見て見ぬふりしてあげてくださいこんなでも配信されてるからな。メイクはもう直しました。もうこれは夜公演仕立てのフェイスです。はい、今日の MC おもろかった。今日ね、後半のバレンタインの MC 面白かったね。こんにちは。さっき天王寺動物園行ってきた。おいいね。あね、天王寺動物園ってさ、土日ってさ予約しないと入れないですか。どうなん、なんかサイトには、公式サイトにはなんか土日は予約してくださいみたいな、なんか書いてあるのがさ真っ先に表示で出てきてさ、だから土日って、あ、行けん、年パスの人は無理なんかって思っててさ、うん、まあでも土日な、人絶対多いからあんま行かんけどな。こんにちは。普通は入れんけど、今日は普通に並んで入れた。おお、そうなんや。まあだからそう、あったかい飲み物飲みたいな。みんな夜公演もよろしく。夜公演もよろしく。緑と白のペンライトです。もうみんな並んでんのかな今。やっほー上に寒い、めっちゃ寒い。やっぱ地下ですからね、だからこれ着てるんです。寒い寒い、ね、頑張る。めっちゃ入れてる、やばいやばいやばい。こんにちは。夜公演も入ります。マジで、わめっちゃ来てくれる、嬉しい。席どこかな。あったかいコーラとかあんの。あ、ホットコーラ的な。飲んだことないの。美味しいの。美味しいか。ホットコーラってどんなんなん。美味しそう。配信見ます、見てね。天王寺動物園の公式に22年の9月以降について事前予約不要って書いてある。ほんまに土日もですか。平日はしなくていけるんやけど、そうせんでいいんや。今度行った時聞いてみようっと、入り口の人に。
炭酸がないコーラなので微妙。え、温めたら炭酸ってなくなんの？炭酸がないコーラって、公園行きたいね。来て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 、お昼の髪型も可愛かった。お昼何してたっけ？もうね、さっきのことすぐ忘れるんです。本当にお昼何してたっけ。本当、あ、ハーフツインか。なんか今日はめちゃくちゃ巻いていただきました。グリーングリーンに、グリーングリーンでした今日は。あみんなこれ折りたたんで捨てられるボトルなんやってよ。これすごいな。みんな、お疲れ。そう、今日さっきあれっすね、朝尾さんの、朝尾さんファミリーからシュークリーム、ビアードなんちゃらのシュークリームいただきまして、食べました。美味しかったです。ありがとうございます。そしてちくしげさんがピンクでおなじみだったタリーズのアサイージュースも買ってきてくれました。ビアードパパ、なんかね、いちごの食べた、普通のといちごあったけどいちご食べた。なんか取ったやつがたまたまいちごやった。美味しかった。久々にシュークリーム食べたな。でっかいシュークリーム。やっぱもうほんまにね、甘いものが美味しくて美味しくてしゃあないわ最近。いちごのやつ期間限定なん？よかった、食べれて。いや、マジで味覚変わる。マジで大変。なんかやばい、見えない、コンタクトが。ビアードパパどこに売ってんの？大阪だけ？そんなことないか。関西にも売ってんのか。ん？関西？関西ここや。関東か。私は今日帰ったら昨日ツイッターに載せてた渚さんの YouTube に載ってたフォンダンショコラが待っている、冷やしているやつが待っているので。でもな、なんか朝見た感じあんま成功してなかったわ。え、なんなんやろ、チンしすぎなんかな。なんかね、なんか違った、チンしすぎな気がするな。難しい、マジで。あのさ、マジ私自炊するしさ、
普通にご飯系はさいけるのにお菓子系マジで作れないってか作ったことないよね。ご飯系ってさ大体目分量でいけるやん。目分量の人が多分お菓子作りしたらダメなんですよね。マジでお菓子系作るの難しい。作ったことないけど、クッキーもだって私作ったことないし、まずクッキー作る何オーブンが家になかったのもあるけど、今もないしな。なんかマドレーヌとかさ、なんやろうな、あと ガトーショコラとかさ、そんな作ったことない。ほんまにそうグラムとかちゃんと測らなあかんよ。私学校の家庭科みたいなんでさ作ったスイート、あでもスイートポテトはパン焼くやつでできるもんな。お菓子かない。スイートポテトもでも割と目分量でいけるもんな。こじれんの京都旅行動画を見た時からおすすめ動画にシャバーニしか出てこん。いいじゃないですか、イケメンいっぱい拝んどいてください。ほんまに行きたいよ、シャバーニ会いたい。マジでどれほどイケメンなのかマジで気になるわ。生がイクメンパパですから。13位、イタクデさん。12位がタクトさん。11位が迷子の子さん。10位がユーユーさん。9位がおっくんさん。8位がたかしさん。え、7位がいないんだけど、あ、名前がないしさん。6位がまいじゅんさん。5位がなつさん。4位がゆうさん。3位がまちかねふくいたるさん。3位が、あ、違う、2位がエンドロールさん。1位があきぷさんです。ありがとうございます。あれ、4位ゆうさん言ったっけ。ありがとうございました。ミラーボールもありがとう。夜公演も頑張るよ、見てね。ありがとう。